今日は意味がわかるとなるほど問題あるわね。おお、前回も意外と難しくて面白かったぜ。それじゃあ、早速第一問。お年寄りがバスに乗ってきた。大きな荷物を重そうに持っている。しかし、誰も席を譲らない。なぜか？というのが問題よ。ちょっとかわいそうなんだぜ。でも、例えば満員すぎて動けなかったとかか？そうではないわね。でも、結構答えとしてはいろいろありそうなんだぜ。例えば、全員お年寄りだったとか、おばあさんが元気そうだったとか、恥ずかしくて、みんな席を立てなかったとか、現実でも結構あるんだぜ。まあ、そうね。そういった可能性もあるけど、そういったシチュエーションでも、もしかしたら誰か譲ってくれるかもしれないわよね。例えば全員お年寄りでも、誰かが譲ってくれるかもしれないわよね。ただ、答えは確実に誰も譲らないような状況よ。誰が聞いても納得と思うわ。誰が聞いても譲らない状況。お年寄りがバスの運転手だったとかか？運転手ではないわ。途中で乗ってきているから、あくまで乗客よ。そんな状況あるか。ギブアップかしら。ヒントあるか？答えがシンプルだから、あまりヒントは出せないけど、席を譲らないというより、譲れないという感じかしら。譲れない。あ、もしかして、席がなくて全部立つバスだったのか？まあ答えとしては成り立つけど、普通のバスって席あるわよね。答えは、普通の一般的なバスや状況であり得る話よ。まあ、特に田舎とかだと、確率が上がるかしら。田舎だと確率が上がる。田舎って偏見だが、優しい人が多い印象なんだが。まあ、その地域の人が全員優しい人でもこれは起こってしまうわね。ちょっとわからないぜ。それじゃあ、答えよ。答えは、バスに誰も乗っていなかったから。どういうことだ？バスに誰も乗っていなかったから、誰も席を譲れなかったの。譲れる人がいなかったのね。ああ、そういうことかだぜ。なんかちょっと悔しいぜ。確かに問題文で、お年寄りが席に座れなかったとか書いてないな。頭を柔らかくしてね。それじゃあ、第二問よ。はなんと読むでしょう？というのが問題よ。おお、これは簡単そうだな。これは月の昔の読み方だよな。むつき、きさらぎ、やよい、さつき。ただ、問題は、どの月が何月か忘れたんだぜ。むつきは1月、きさらぎは2月、やよいは3月、さつきは5月よ。おお、なるほどなんだぜ。だからバックが桜なんだな。ということは、は4月で、4月は何か忘れたぜ。4月はうずきよ。おお、まさかの答えを教えてくれるのか？今回は霊夢が神対応なんだぜ。じゃあ、答えはうずきだぜ。不正解よ。どういうことだ？順番になっているんじゃないのか？それだと、ただの国語の問題よね。まあ、それはそうなんだが。問題は、はなんと読むかよ。なんと読むか。あ、もしかして、これは初歩的な引っ掛けなんだぜ。わかったようね。それじゃあ、正解よ。正解は、の読み方ははてな。なんかちょっと腹が立つんだぜ。マリサ、引っかかったわね。ちょっと恥ずかしいぜ。それじゃあ、第3問よ。コインを1枚だけ動かして縦4枚横4枚に並べ替えてください。おお、コイン問題だな。こういうの好きだぜ。コインを1枚だけ。ちょっとこれ不可能じゃないか？今あるコインは全部で6枚。縦と横を4枚ずつにするためには、最低でも、7枚必要なんだぜ。そんなことないわよ。1枚動かすだけで縦横4枚になるわよ。そんなのあるのか。飛び出してる一番左が怪しいが。どこに動かしても4つにはならないぜ。斜めに置いても、ダメなんだぜ。頭を柔らかくしてね。動かすのは1枚だけだけど、置く場所は自由よ。何かヒントあるか？これも結構シンプルな問題だから、ヒントは難しいんだけど、置く場所はかなり自由だから、頭を柔らかくしてね。ということかしら。それはさっき聞いたんだが、どういうことなんだ。じゃあ、もう大ヒントよ。置く場所は平面的に考えるだけでなく、立体的にも考えてね。立体的。どういうことだ？三次元ということよ。いや、それはわかるんだが。答え、わかったかしら？ちょっとわからないぜ。長くなってきたから答えの発表よ。答えは、一番左端のコインを真ん中に乗せる。どういうことだ？十字の真ん中にコインを重ねると、そこに2枚のコインがあるわよね。だから、縦でも横でも合計4枚になるのよ。おお、言われてみればそうだぜ。これはちょっと悔しいぜ。わかるとなるほどよね。じゃあ、最後の第4問よ。マッチ棒を1本追加して正しい式にしなさい。おお、これはマッチ棒問題だな。こういうの結構難しいんだよな。正しい式にする。ちょっと確認だが、イコールの文字に線を引くのはなしだよな。ああ、それはなしよ。
ノットイコールにするんではなくて、左と右を同じにしてね。でもマッチ棒一つだけしか追加できないんだよな。もちろん、動かすのもなしか？もちろんなしよ。動かさずに、となると、数字があまりにも違うから同じというのはちょっと難しそうなんだぜ。まあ、これもちょっと頭を柔らかくする必要があるわね。頭を柔らかく。ふにゃふにゃふにゃ。ちょっと柔らかくなってきたかしら？まあ、声に出しても簡単に頭は柔らかくならないぜ。じゃあ、大ヒントよ。これは日本のことをよく知っている人しかわからないと思うわ。日本のことをよく知っている。左と右をよく見比べてみて。左は2011、右は1123。あ、もしかして、2011年って何年だ？おお、わかったようね。それじゃあ、答えよ。答えは、右側の1と1の間で H にする。やっぱりそうだよな。解説よ。まあ、もう見たらわかると思うけど、2011年といえば、平成23年なのよ。まあ、答えはわかったけど、平成何年かも難しかったぜ。ということで、今回は以上よ。答えは簡単に思いつかなかったが、言われるとなるほどって感じの問題だったぜ。またこういったなるほどクイズもやっていくわね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。